イアフメス一世は、古代エジプト第十八王朝の初代ファラオ。第十七王朝の世間エンラーは父、カーメス王は兄である。王妃は妹のイアフメスネフェルタリ。誕生名、イアフメスの意味は、イアフの作りしもの、イアフに生み出されしもの。即位名、ネブペフティラーの意味は、力の主はラー。イアフは古代エジプトの古い神格で、その信仰は後に、 同じく月神である、トート神に吸収された。兄カーメスの後を継いで、ファラオとなるが、まだ幼少であったため、世間エンラーター2世の王妃にして、母のヤフヘテプ一世が摂政を務めていたと、考えられている。長寿で、父と兄の仇であるヒクソスの、第十五王朝をパレスチナに追い詰めて滅ぼし、ヒクソスと協力関係にあった南のヌビアも制圧し、悲願であった。 エジプトの再統一を果たす。血統的には、第17王朝に属するが、エジプトの統一者、秩序の回復者としての功績が評価されて、新王朝の創始者として位置づけられている。ありがとうございます。